こんにちは、速稼塾の久保です。おかげさまでですね、隠居暮らしをして5年目になりました。そしてビジネスをやってる時からもそうなんですけども、自分が稼いでいってね、ビジネスのステージを変えていくと、いろんな方がね、引き上げてくれていることに気づきます。で、その中で私はまあ大富豪と言われている方に何人もお会いしているわけなんですよね。で、昨日はそのうちの一人と、まあ、Zoom でね、マントゥーマンでお話することができまして、結構雑談の時間がなかったんですけども、そこで共通に感じたことがあったんです。で、ちょっとお話ししておこうかなと思うんですよ。まあ、それはですね、ちょっと愚痴っぽくなるような瞬間がお互いその時あったんですけども、お金の稼げてない人と稼げてる人っていう風な分かれ方になってくるんですよね。じゃあお金が稼げてない人はどういう風な態度が多いかってことなんですけども、何かにつけて人のせいにして、結局手元にお金がないということを繰り返すってことなんですよ。何かにつけてね、あいつが悪い、こいつが悪い、こういう風に言ってた、ああいう風に聞いた、約束が違う、このセリフを言い続ける人ってお金がない人だと思うんですよ。で、そのまま人生終わっちゃいますからね、ご用心ください。でも同じような状況にあっても、お金の稼げる人ってどうしてだろう、自分にどうやったら次の壁を乗り越えられるだろう、どうやったら改善できるかな、この失敗を生かす方法はないかな、常に自分の内側に問いかけていって、誰かにね、攻撃をしないんですよね。もちろん攻撃を仕掛けてくる人にも反応することはありません。時間の無駄なんでね。だから結局はお金の稼げてる人の思考と稼げてない人の思考っていうのは折り合うことがないんですよ。で、稼げてる人はどんな状況にいても稼いでいきます。稼げない人はどんな優秀なツールを与えても、どんな素晴らしいビジネスモデルを与えても稼がないんですよ。稼げないんですよ。本当にね、気の毒だなと思いますけども、例えて言えばですね、東京から大阪に早く行きたいなっていう時に、もうね、フェラーリ、すごいスピードの出るフェラーリをボンと与えるんですよ。で、お金持ちは乗ってビュッと行きます。お金がない人は、いや、こんな運転したことないよ、免許大丈夫なの、渋滞してないの、なんでこんな車、もうちょっとだ、運転しやすいやつだったらいいのに、終わりね、ずっとたどり着きません。このぐらい違うんですよ。フェラーリじゃなくてもいいんですけどね。とにかく与えられたものに文句を言い、与えられないことに文句を言い、終わりってことなんですよね。ということなんでね、そうならないように皆さんには気をつけていただきたいかなと思います。そして今日の動画の締めなんですけども、よく私も言われるんですけどね、その昨日の大富豪の方も言われたそうです。いや、あのね、久保さん、そしてその大富豪の方を A さんと言いましょうか。久保さん、 A さん、あなたたちはお金があるから10万20万大したことないでしょ、でもこっちの身としてはね、生活を切り詰めたお金なんですよって言って怒り出すんですけども、ふざけんなと、私は心の中でね、言いたいことがある。その時はその A さんに対してね、私はこういうふうに言われたらいつもこう思うんですよねって言ったら、わかるわーって感じだったんですけど、それは何かっていうと、1円の重み、10円の重み、1000円の重み、1万円の重み、私はどんなにお金がない人よりもそれを感じてここまで生きてきました。だからお金があるということなんですよ。どれだけこの1円が大事なことかをこだわり続けて、どんな1円も無駄にしなかった、どんな1円も稼ぎ続けてきた、バカにしなかった、だからこそここにいるんだってことなんですよ。でもね、1円をそれなりにお金大切だよって思ってると思いますけども、どのぐらい大切に思ってるかのレベルが全然違うってことなんですよ。だからお金が残るし、お金が稼げるんですよ。お金をバカにしないし、軽視しないから。あなたの10万円大したことないでしょっていう、そんなね、他者のお金を大したことないなんて思う発想はないですからね、私たち。これ厳しいこと言いましたけども、ちょっと考え違いをしているという人がいたらね、あ、なるほどって思っていただきたいと思うんですよ。で、わからない方はもうこれしょうがないです。他人のお金は、特に金持ちのお金は、10万だろうと100万だろうとどうってことないっていう言葉が出るっていうね、他者のお金を軽んじる思いは全くないですからね。自分のお金も他者のお金も非常に強い重みを持ってね、そこにあると私たちは思ってます。私たちっていうとまたね、おかしな分断をね、誘ってるみたいですけども、でもそう考えられる人とそう考えられる人がいるってことなんですよ。繰り返しますけども、あなたの10万円は大したことないでしょっていう発想があるとしたら、金をバカにするなって話ですよ。そんな気持ちで私たちは生きてないですからね。ということで、ビジネスの熱くなる話でございました。それでは失礼します。